はい、旅人 IT ライターサトルです。ただいま MWC バルセロナ2022の取材で、バルセロナ、スペインのバルセロナに来ております。取材自体はね、もう会期終わって、あとは、明日の飛行機で帰るだけなんですけども、ちょっと今日、時間があるので、バルセロナはもう通い始めて10年ぐらいになるんですが、やってみたかったことがあるので、今日はそれをちょっと動画撮っていこうかなと思います。でそれは何かというとですね、スペインバルセロナを舞台にした映画、ジャッキー・チェンのスパルタン X っていうのがあるんですけど、それのロケ地巡りをしてみようかなということで、バルセロナ市内の、ここロケ地だろうというところを、あちこち歩いてみたいと思います。はい、まずはこちらサグラダファミリアです。サグラダファミリア、映画のオープニングでここを使っていて、今ねちょっと昼間なんですけど、映画内だと夜中というか夜明け前のサグラダファミリアの様子がカットとして使われていて、でその後ジャッキーとユンピョのアパートにシーンが映って、そこでなんか朝起きてトレーニングっていうような流れで映画がスタートしてますね。サグラダファミリアなんですけど、その周辺めっちゃ観光客で溢れてます。だいぶ観光客戻ってきたのかな。3年前とかと比べるとやっぱアジア系の人たち少ないんですけど、それでもヨーロッパからとか集まってきてるのかな。だいぶ観光客増えてる印象です。あとサグラダファミリア、劇中映画の中では、あのサモハンに依頼を頼んだ人をこうとこの上の方で脅したりとかっていうシーンで使われてたような気がします。あの今日結構ね人いっぱいいるし、中入るにお金かかるし、あと、まあ、何回か入ったことあるしという、あとスリも多いしということで今日は入りませんが、オープニングに使われていたサグラダファミリアをまず一発目という感じでございます。ロケ地巡りの移動は地下鉄とかバスを使って回ろうかなと思います。10回券を買ってあるんで、この10回券でぐるぐる回ると。取れました。地下鉄出るときは検査がないのがほとんど、そのまますっと出れます。続いてスペイン村に入ってみようと思います。スペイン村は入場料がかかるのかな。大人は14ユーロって書いてあります。というわけで入ってきましたが、なんかイベントがあるのかな、イベント準備中なのかな。ちょっとイベントがあるみたいで、あのテントと櫓を組んじゃってて分かりにくくなっちゃってるんだけど、ここからのこうアングルが、オープニングトレーニング終わって、その後スパルタン X 号を洗車して、移動販売車スパルタン号でしたっけ、移動販売車でこの広場に来て、ジャッキーチェンと、ユンピョが食事を販売すると、あのスケボーに乗ってこう注文聞いて、ジャッキーが注文聞いて回ってっていうシーンのところですね。でこの後バイクに乗った暴走族がやってきて、暴走族を、懲らしめるアクションがあるっていうシーンをこの広場で撮ってあります。この後編集どうなってるか分かんないですけど、一応、映画のストーリー順に並べていくとは思うので、撮影してる順、今私が撮影してる順番とちょっと違ってきてはいると思います。この櫓が象徴的かな。この道をっていうか階段を暴走族がガーッと降りてきて暴れ回るっていうようなのを向こう側から撮ってる感じですね。で映画の中ではこの下、今なんかイベントでテント作ってるところにいっぱい屋台とか出店とか観光客の人がいて、ここをジャッキーがスケボーで走り回ってオーダーを聞いて回るというところかな。で向こう側、今入ってきたのがエントランスなんですけど、あの前ぐらいに多分スパルタン X 号が置いてあって、で、暴走族をやっつけるときにこう 1234223 とか、あの吹き替え版だと言って準備運動して暴走族をやっつけるアクションシーンを撮るっていうような感じです。はい、工事中というかなんか作業中なんですよ。で中入って撮ろうかなと思ったら入るなって怒られちゃったんで、これはちょっとまた今度来て同じアングルで撮りたい気はする。
はい、続いてジュアムミロ公園にやってきました。ここで、ジャッキーとユンピョーとあとヒロインの女の子とスケボーの練習をするとこですね。で、あの下の池に、女の子がスケボーかでその落ちるっていうようなシーンをここで撮っています。ちょっと逆光なんで見にくいかもしれませんが、で映画だとね、この下の方に土管みたいな丸いのがあるんですけど、今はもうないですね。でこれどの辺かっていうと、向こうに見えるのがあの闘牛場跡地にしたあのデパート、名前忘れちゃったけど、の裏手の公園になるのかな。でその向こうがあのバルセロナ、フィラバルセロナ、バルセロナの、MWC を昔やってた方の会場になります。足元コンクリートとかじゃなくて鉄板なんで直したりしたのかな。映画とは逆方向になりますが、逆光なんで色が出ないかなと思って反対側へ回ってきました。映画の中でもかなりこう特徴的というか印象のある塔というかモニュメントですよね。今日は結構天気が良くって散歩するにはいい感じですね。今暑いんでダウンジャケット着てたんですけど、ダウンジャケット脱ぎました。今日はね3月の4日なんで、まあ、春先なんですけどね、ポカポカしてきました。いい感じです。こちらシウタデリャ公園です。この噴水の前、ちょうどこの中央のところをジャッキーとユンピョがバク転の連続を決めるっていうシーンで使われていますね。結構大きい公園なんでみんな散歩したり、なんかのどかにカフェ行ったりしてます。今日土曜日なんでだいぶお休みなので、観光というかのんびりしてる人が多いんじゃないかな。池にはカモも泳いでますね。あ、結構いるな。何匹もいるな。なかなか雰囲気いいね。作例にちょうどいいな、ここ。もし次、なんか発表会があって、製品の作例を取んなきゃいけないときは、ここ来てみようかな。こう水の吹き出しとか、ちょうど作例にいいんだよね。はい、同じくスペイン村ですけれども、ここもロケ地ですね。ここ、向こうの方からサモファンがの 走ってきてというか、ヒロインに多分お腹殴られて歩いてきて、でこの噴水から水が出てきて水をガブガブ飲む。でそしたらその向こうから、敵のグループというか一味が現れてくるのでというような話の流れのところだと思います。ありましたね、ちょうどなんかこれぐらいのアングルかな。で向こうにあるレストランも映ってましたね。ここもスペイン村内なんですけど、ロケ地ですね。あそこ向こうの階段の向こうからユンピョーとなんか敵が降りてきて、ここでバトルをするっていうシーンで使われてます。スペイン村は他にも使われてるポイントあるのかな。多分撮影するにはこれね、なんていうんだろう、アミューズメントパークというかアミューズメント施設みたいになってるんで借りやすいから、ここを結構使ってるんじゃないかな。はい、フィラバルセロナ、ちょっと前までここで MWC、私が毎年取材しているモバイルワールドコングレスと言われていた MWC の会場だったんですけど、今ね別の塔の方へ本会場が移っているので、ここはほぼ使っていないんですけど、このアングルがやはりスパルタン X の撮影でも使われてますね。これ以降が、スパルタン X 号が、街中をカーチェイスする中盤から後半にかけての部分かなのところがずっと続くんですけれども、まず一発目がここっていう感じです。本当にね MWC で、通い始めた頃はここが会場だったんで、すごい馴染みのあるところです。ちょっと横断歩道青なんで渡りながら、多分中央部分から撮ってると思うんだよね。なのでその雰囲気を出せるように歩いてます。ちょっと遠いかな、もう一歩横断歩道向こうかな、画角的にちょっと近づいてみます。うん、この辺ぐらいまで近づいた方が見やすいかな。あの向こうにで見えてるお城みたいのがカタルーニャ美術館になってます。でこの両サイドがフィラバルセロナということで、まあ展示会会場なんですけども、旧 MWC の会場です。で美術館の反対側を向くと、向こうにエスパーニャ広場があります。エスパーニャ広場も撮影ポイントなので、これ行ってみます。はい、エスパーニャ広場です。ここもカーチェイスで使われていますね。結構まあ有名なというか、この
像の向こう側のところに空港バスが止まって乗り降りできるんで、空港へ行くのにアクセスするところとしてよく降りますね。で、40年経ってるんですけど、像のこの左側のあのビルは多分同じだと思います。その向こうがねホテルになってるんですけど、ホテルはこれ建て替えてるっぽいよな。で、ちょっと右に行くと、あの円筒形というか丸い元闘牛場跡地をなんか直したというか改良したショッピングセンターになっていてっていう感じです。ちょっと今バスが止まっちゃってて見えないんですけど、向こう側が撮影ポイントになってて、多分アングル的にはこの辺に櫓を組んでちょい上から撮ってるんじゃないかな。あの屋上から撮るよとちょっと角度的につきすぎてるのかな、そんな感じの画角に映画の中ではなってると思います。結構地下鉄犬連れて乗ってる方多いんです。乗せてもいいんです。はい、こちらバルセロナ凱旋門です。ここもね、カーチェイス中に出てくる、ちらっと出てくるシーンなんですけども、これ右側のところからスパルタン X 号がキューンと走ってきて、この凱旋門前を通るっていう感じですね。バルセロナ凱旋門あるのは知ってたんですけど、来るのは実は初めてだな。意外とね、10年通ってるんですけど行ってないところ結構多い。仕事で来てるんでしょうがないですけどね。小さい道だったんだけど、本当にこんなところにバス来るのかと思ったらミニバスでしたね、うん、こんな感じのちっちゃいバスが走ってる。気づかなかったな、今まで。グラシアス。はい、引き続きカーチェイスシーンですね。コロンブス像の前におります。ここもスパルタン X 号がギューンと走って通過していくところですね。まあ、ちょっと逆光で見にくいかもしれないですけど、真ん中に立っているのがあのコロンブス像ということです。コロンブス像があるところは海の近くなんですよね。向こうにショッピングセンターとかもあるのかな。で、モノレールも出てた、モノレールじゃねえや、ケーブルカー、ゴンドラみたいなのも出てたりするんですよね。コロンブス像のところはバスとかで何回か通ってるんだけど、やっぱり降りてちゃんと見たのは初めて。下まで来ると見えないもんだね。やっぱ高いから全然見えないよ。はい、ということで40年前の映画ジャッキーチェンのスパルタン X の、ロケ地となっているバルセロナ、その撮影ポイントを回ってみるという動画でした。これね、まだね、劇中で行ってみたいなと思うようなところはあるんですけど、場所が特定できなくて、例えば、サモハンと、依頼主がこう打ち合わせをしている教会だとか、あとオープニング部分の、車を洗車しているところ、それからまあ最後のお城だとか、そうそう、あとあれだね、ジャッキーたちのアパート、あの2階から降りてきて、ひさしをトランポリンみたいにして降りてくあそこね、あそこもまあどこだか分かんないんだよね。もし何か分かってる情報とかある人がいればコメント欄に送っていただければ、来年以降もね、多分来ると、バルセロナ来ると思うので、追加で撮影したいなと思います。それではご視聴ありがとうございました。チャンネル登録などよろしくお願いします。またねー。